おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ元気にって言ったんですけどね、あのテンションはそんなに高くなくて、まあっていうのもね、何やっていくかっていうと、パクチソンガチャを引いていきます。いやマジで嫌だよこれね引く前から何言ってんのって話をね絶対思われると思うんですけど、正直別にね欲しくないのよ。でもさ、やっぱユナイテッドファンとしてはさ、超貴重なユナイテッドの一応レジェンドなわけですよね。はい、めちゃめちゃ貴重ですから、パクチソン、これパクチソン取らないとさ、ユナイテッドガチャ実際さ、ファーガソン監督の下でプレーしたのさ、ロイキーンとデヘアだけだよ今んとこ。やばくない？あれラッシュフォードのデビューファーガソン監督の時じゃないよね。あらどっちだっけ。まあでもそんなレベルじゃん。もうしょうがないよねこれ、パクチソン取らないと。ということでパクチソンガチャ引いていきます。マジで自分でも何やってるか分かんない。皆さん本当に真似しないでくださいね。絶対はあのクォーターアニバーサリーか 5.25 周年で引いた方が絶対いいからね。比較にならないほどいい選手絶対来るから、本当にやめましょうね今引くの。はい、もう私は引くんですけどね。ということで、早速やっていきましょう。おかしいなマジで、なんでこんなことになったんだろう。ん、誰だこれ。あれじゃね、ブルーノフェルナンデスじゃね。センターの号風は2ブルーノなんだが、ちげんだよな、ブルーノフェルナンデスが欲しいんじゃないんだよな。パクチソンなんだわ。いやブルーノもね好きですよ、めちゃめちゃ好きだけど、ちょっと違うんだよなやっぱな。パクチソンなんだわ今回はな。あとワンビサカ、ワンビサッカ、ワンビサッカとパクチソンをください。私に、いやジャンシャルル・カステレット、まあねちょっと悩ましいんですけどね、え一応さ、こんな誰が引くかもわからない 2% ガチャを引いているんだからさ、いいじゃんパクチソンくれてもって思っちゃうよね。みんな絶対クォーターアニバにね GB を貯めている中、一人課金してまでパクチソン引きに行こうとしてるんだから、あの500連アムラバト、あ違う500連じゃない、5周年の時のアムラバトで300連したのにさ、あれも地獄だったけどね、アムラバトどんだけ出ないんだよっていう、300連だぞみたいな状況だったんですけど、まあしょうがないね、パクチソン引いていかないわけにはいかないでしょう。まあせめてワンビサカだけでも手に入れたいっていう思いがあるわけですよ私はね。ワンビサカ、パクチソン、うん、まあ、デヘアもいいけどな。エデルソンがいるんですよね私。アリソンだっけ、あの南米スターズというか、南米スターズか、あのジーコとかさ、リバウとか OMF で来てた時のあのガチャのアリソンかエデルソンかどっちか忘れましたが、どっちかがいるので、正直ねサイドアタックのゴールキーパーはそんなに困ってないんだよね個人的にね。で今回デヘア悪くはないんだけど、正直そんなに性能上がってないというか、ほぼほぼ誤差なので、じゃあわざわざデヘアじゃなくていいかなっていうのは個人的には、思います。ただ問題は、パクチソンが来ない、まだ30連もしてないですけどパクチソンが来ない。正直あの早く出て終わらせてほしい一瞬で終わりたいねこのガチャね、長引かせたくない。さあ特別獲得枠頼んだ、パクチソンくれ、もう本当にやめよう、もう本当にやめてくれ。もう5周年で私の体力はゼロな中で、マンチェスターユナイテッドでなんかテンション上がったと思いきや、追撃でテンションを地に落とされた私のテンションはゼロよ。ああモシェさんか、特別獲得枠さん仕事しませんね。さあ次行きましょうか。今んとこね30連で2ブルーノっていうね、まあまあ、うん、何も言えない内容。まあ2デヘアよりはマシかな、デヘア好きだけどね。選手的にこのゲームで微妙なのと、デヘア使うなら私はファンデルサール使います。はい、エドヴィン・ファンデルサールさんを使います、せっかく持ってるしね。ただなどうかな、デヘア、あとワンビサカ、リサンドロ・マルティネスとパクチソンとブルーノ、パッとしねえな、おかしいな、なんかせめてガルナチョとかの方がまだ分かったな。うん、まだガルナチョは叩き上げですからね。ここであの叩き上げというか、あれガルナチョ叩き上げだよね、そうだよね、ユナイテッドユースだよね。
ここでなんかね、なんかそういうのが何にもないとそれはそれで寂しいですよね。さあ星5来い。意外と10%ガチャの割に来ないね。なんかもうちょっとポンポコ来てくれることを期待してたんですけど、ガルナチョはユナイテッドユースだけど、その前はアトレティコユースにいたんだね。でユナイテッドユースつってトップチームデビューしたと。素晴らしいじゃないですか。欲しいねガルナチョ。おかしいな誰を狙って、ガルナチョいねえんだわこのガチャの中にな。ちなみにね皆さん、私ガルナチョについてすごい驚きの事実を知っているんですけど、ガルナチョ彼18歳なんですけど、180センチ80キロらしいですよ。やばくないですか。でかくね、でかすぎるしムキムキすぎん。180センチ80キロはそりゃキレッキレな瞬発力生み出されるわって感じですよね。いやー180センチが18歳で羨ましいですね。海外の方は背が高くてね。あ、僕180センチですって方はわざわざコメントいただかなくて大丈夫ですよ。身長高い人はね、羨ましいので私は静かにしておいてください。やばい、もうちょっとパクチソンガチャに興味なさすぎて話題がすっげーずれてるんだけど、なんで引いてるんだろうって思うけど、ダメなんだよな、引かなきゃいけないんだよな。ちょっと待ってくれお前、早くパクチソンよこせマジで。なんで来ないんだよゲビンラザーニャ。本当にガチャ引きたくないからマジでやめてほしい。マジで長引かせないで。うわぁ、 10% ガチャ40連して星52人はつらいって。本当にやめよう、誰も幸せにならないからマジで。心の底から言うわ、誰も幸せにならんからこのガチャ引いても。やめよう本当に、早く出させてくれ、出させてくれっていうか出してくれ。いやマジか、 10% ガチャ、いや本当にパクチソンガチャこんな引きたくないんだよな。頼むから早くパクチソンを出してくれ。オセル、これあれや、なんか嫌な予感してきたね。なんかね、200連でパクチソンが出ないと結果どうしようもなくなっちゃうっていうガチャではあるんですけど、ホセバサルドゥは、はい、パクチソン来い、パクのチソン来い、レナト・サンチェス。いやこれがな、ルーニーだったらな、おっしゃ出るまで引くぜとか言えたんだけどな。ねえ、てかパクチソンは OMF アタッカーじゃなくない？せめて DMF ダイナモパクチソンで、 OMF セントラルミドフィルダーロイキーンの方がまだ分かったかもしれない。根性じゃないんだよな、5つの牌なんだよな。さあマルセロ・ブロゾビッチ、違うね、違うよ、全然違う。待ってマジでマジでやばいよ、本当に早くパクチソン出して、やばすぎる。マルコ・ドミトロビッチ、ちげんだよな、やばいな。 10% ガチャで今回の内容でこの引きはつらすぎる。ピーターじゃない、ペーター・レーベンブルフ。待って大丈夫かこれ、大丈夫かマジで。ちょ待って、マジでやめよう、マジでやめよう、ほんと誰も幸せにならないからこれやばい。サカツクのガチャ引いてきて今一番無一番無だよ、本当に心が無だよ。何のワクワクもないのになぜか引いているっていう意味のわからなさ。サムラマース、さあ来い。いやちげえよ、え誰これ、リサンドロ・マルティネスかな、ワンビサか、リサンドロ・マルティネスか。あーやばいなマジか、どうするよこれ。50連して3人は結構きついね、10% だよねこれね。どうしよっかな、行くか、行くしかねえな。はい、ただいま帰ってきました。いやーマジで意味わかんないよ、何をしてるんだ私はって感じですが、行きましょう。パクチソンが出るまで、やめれません。アタッカー、ワンビサか、さあ頼む、パクチソン来い、パクチソン来い。あー来ましたね、まあ、ステップ8まで来たから最後まで行くか。もうこの久しぶりに
基本私結構そのサカツクのガチャってゆっくり楽しんで引くタイプの人なんですけど、久しぶりにこのスキップとかいう楽しまないシステムをもうやってるね。え、あと20連するのにいくら課金したらいいの？こんくらい？はい。もうマジで引かんからな。もうマジで 4.5 周年絶対引かないからね。本当にもう何があっても 4.5 周年引かないからね。断言しておきます。誰が来ても引かない。イブラヒモビッチでも引かない。やばすぎるこれは。せめてもう一人パクチソン来てくれ。お、いいじゃん。よくはないよ。よくはねえんだよな。おい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 。全然よくないよ。ああ、どんどん来やがってワンビサかもよ。嬉しいけどさ。もう、よくはないよ。よくはない。さあ、ワンビサカ祭りなんか？ワンビサカ、せめてこんな出るならリサンドロ・マルティネスよこせよ。くそわ、悔しい。何をやってるんだ俺は。しょうがないよな、ユナイテッドガチャだからな。せめて最後の一人パクチソン、マジでパクチソンにして最後の一人、もう限界突破するのめんどくさい。パクチソン来い。よし来た。よく分かんなくなってきた。もう一人、もう一人パクチソンよこしたい。もう一人ちょうだい。待って、ブルーのあの後来てなくない？どうなったの結局。誰がいるの今。もう分かんないよ。デヘアが来てないことだけは分かるけど、ここまで来なかったらマジ来なくていいからね。あ、誰だこれ。あ、ん？これはブルーのか。まあもう何でもいいだろう。何でもいいわもう。はい、来たー。以上です皆さん。本当に真似しないで、マジで。本当に心の底から真似しないでほしい。マジでやめといた方がいい。本当にやめといた方がいいですよ皆さん。はい、いやいや、言われなくてもそんなバカな真似しねえよって思ってるそこのあなたね、もしあなたが、例えばマンチェスターシティファンでね、マンチェスターシティのなんか選手の名前挙げるの悔しいからやめとこう、例えばあなたがレアルマドリッドファンでね、クリルナベイル、ベンゼマの3トップデーンと来られたらもう引くしかないでしょ。それと同じだから。なんだこの引き。マジで意味やから。もういいでしょう。はい、ってことで嵐のような回でしたね。一瞬でお金が溶けたので、本当にマジで 4.5 周年引かないので、ぜひね 4.5 周年皆さん、私のフレンドの方引いて私に選手レビューさせてください。私はもう絶対引かないのでね。はい、どうぞよろしくお願いいたします。ってことで、こんなねアホみたいな動画をここまで見てくださったそこのあなた、本当にありがとうございます。マジで感謝です。皆様の良きゲームライフと、皆様のところにはねちゃんと好きな選手が実装されたガチャが来ることを心の底から祈っております。豆腐でした。バイバイ。